2017年7月17日現在の坂本、龍馬、中岡慎太郎遭難の地の石碑大宮、事件現場大宮事件現場大宮事件は、江戸時代末期の慶応3年11月15日に、坂本龍馬と、中岡慎太郎、龍馬の重木であった、山田藤吉の3人が、京都河原町通り、たこやくし下がるの大宮、井口新助邸において殺害された事件。 実行犯については、諸説あるが、江戸幕府の組織である、京都見回り組によるものという説が有力である。坂本龍馬はそれまで宿舎としていた薩摩藩の、常宿であった寺田屋が、江戸幕府に目をつけられ吸収されたため、三条河原町、近くの材木少数屋を、京都での拠点にしていた。慶応三年十月頃には、大宮へ移った。大宮は、 醤油賞として、浜栗御門の変異校と佐藩の御用を務めており、その屋敷は、土佐藩志士の基地的な存在であった。坂本龍馬が暗殺されるという風文は、当時から広く流れており、御両英氏の伊藤沖根太郎と、東道平助が、大宮を訪れて、国事を2時間ほど語り、伊藤は、新選組と見回り組が狙っていると告げたという。 薩摩の吉井康介は、四条ポンと町くらいにいては、用人圧縮として、土佐判定に入れないのであれば、薩摩判定へ入るよう進めたが、龍馬は、実に嫌味にて総労馬と返答し、大宮に泊まった。また山田東吉を重木として雇い入れたのも、用人のためであった。大宮は西岸寺への逃亡も容易な土蔵を構えており、 龍馬はそこに滞在していたが、11月12日頃から、風邪をひいていたため、11月14日には、大宮の2階に移っていた。11月15日、7つ半頃、中岡は書店であった、菊屋を訪れた。中岡は、主人の息子である、かの峰吉に手紙を渡し、西木工事の薩摩屋に持参し、返事は、大宮に持ってくるよう告げた。 中岡は途中で、土佐藩士の谷盾の下宿を訪れたが、不在であったためそのまま大宮に向かった。6つ藩、薩摩屋からの返書を持った峰吉が、大宮に到着した。その頃、龍馬と中岡は、何事か話し合っていたが、峰吉が中岡に返書を渡した後、岡本健三郎が入ってきた。粉からほど雑談した後、龍馬が腹が減ったと言い出し、 峰吉にシャムを買いに行かせ、用事があった。岡本も峰吉と同行した。峰吉は、市場工事の取りに向かい、軍系肉を購入して、大宮に戻ったのはごつ半だった。襲撃時の状況は証言者によって違いがある。山田東吉襲撃夜になり客が大宮を訪れた。谷田敵が中岡から聞いた証言によれば、客は、 とつか郷氏を名乗って、龍馬に会いたいと願い出た。大隊に出た、山田と吉は、名刺を龍馬の元に持って行った。藤吉は戻って行ったところで切られた。谷は藤吉が、龍馬らが襲撃された八丈館で倒れていたと、証言した。峰吉はこれに対して、藤吉が、階段下で切られていたことから、取り継いだ形跡はないとしている。今井信夫は、 業務省の工場所において、ごつ半ごろ、松代藩士を名乗って、応接を求め、四名が部屋に上がっていったと、証言している。龍馬への襲撃藤吉が倒れ、大きな物音がすると、龍馬は、答えな、と叫んだ。この後二人の刺客が、奥の八条間に乱入、和人とは、龍馬の前頭部を横に払い、和人とは、中岡の後頭部を切った。馬は、 奥の床の間にあった刀を取ろうと振り返ったところを、右の肩先から、左の背中にかけて切られた。龍馬は刀を取って立ち上がったが、抜くには至らず、鞘のままで刀を受け止めた。しかし、四角の刀は鞘ごと刀を削り、龍馬の前頭部に大きな傷を与えた。龍馬は、石川、刀はないか、石川、刀はないかと叫びつつ倒れた。 中岡への襲撃中岡は刀を、屏風の後ろに置いており、刀を抜くこともできずに、鞘のままで防戦していた。しかし最初の傷が深く、両手両足を切られ、特に右手はほとんど切断されるほどであった。また全部を骨に達するほど切られたが、中岡は死んだふりをしていた。視覚は、もうよい、もうよいと叫び、引き上げた。 襲撃後の様子感もなく気がついた龍馬は、刀を十下にかざし、残念残念と言い、神父とし、神父とし、手は効くかと言った。中岡が、手は効くと答えると、龍馬は六条館のところに行き、新城医者を呼べと言った。それから、かすかな声で、神父とし、わしは脳をやられちょるもうダメだと言い、混ンした。中岡は痛みをこらえ、 裏の物干しに出て、家人を呼んだが返答がなく、屋根を伝って、北隣の道具や井筒や、貨幣の家の屋根で人を呼んだが、返答はなく、そのままそこにとどまった。教皇寺、大宮主人の井口信介は、妻子と共に一階の奥の間にいた。河原町通りを隔てた真向かいにあった土佐判定に、知らせようとしたが、見張りがいたため引き返した。 新助は妻子に落ち着いて声を立てないよう言い、裏口から、土佐判定に向かった。新助の連絡を受け、下横目の島田小作が駆けつけた。同じ頃、龍馬の使いでシャモを買いに出ていた峰吉が戻った。島田は周囲を警戒し、峰吉が室内を確認したところ、開花で倒れていた藤吉と、部屋で倒れている龍馬を発見した。また、井筒屋の屋根の上にいた。 中岡も発見された。現場には、犯人のものと思われる刀の鞘が残されていた。続いて、島田、新助、新助の弟、新三郎、新助の妻と子が上がり、力を合わせて、中岡を室内に戻した。その後と佐判定から諸は新八郎が到着し、続いて、陸縁隊の谷立てき、毛利京助が駆けつけた。 龍馬はこの頃すでに事切れていたという。さらに、土佐藩医師の河村光幸が到着し、中岡と東吉に手当てを行った。中岡は峰吉に、陸縁隊に伝えるよう言い、峰吉は白川の土佐藩邸に向かった。法を聞いて、陸縁大使の田中光明が、薩摩藩の吉井康介を伴って駆けつけた。陸縁大使、元川康太郎も駆けつけている。 中岡は、この際、土佐藩らに襲撃された、際の状況を伝えている。また大使たちに工事を託し、小犬まよりには、岩倉智美への連絡を頼んだ。また、海援隊大使の白鵬新原も現場に、駆けつけたという。藤吉は16日の夕刻に死亡。中岡は11月17日の夕刻に死亡。 中岡は最後まで速やかな倒幕を訴えていたという。18日、海援隊と陸援隊によって3人の葬儀が行われた。龍馬と中岡の墓姫は、木戸俊一郎が筆を取った。龍馬と中岡の死は倒幕派に大きな衝撃を与えた。岩倉智美は、何者の教授ぞ、我が世腕を奪い去ると嘆き。 ダザイフにいた三条耳は神職を忘れるほど同国し、12月20日には、両名のために祭壇を作って、霊を祭っている。百合木美まも、同志と共にその霊を祭っている。事件発生当時、土佐藩家老の寺村左前は、新選組による犯行だと考え、新選組から離脱し、対立していた、五両英氏の証言もそれを補強した。海援大使は当時、 色はまる事件などでトラブルを抱えていた奇襲犯の犯行と推定し、天馬屋事件などが起こったが、実行犯は見つからなかった。しかし、大正元年、見回り組大使、今井信夫の供述に基づく龍馬殺害の経緯が、維新と佐の押氏に収録され、大正15年には、今井の口上書が、坂本龍馬関係文書に収録された。以降は、文献的に、 京都見回り組の佐々木忠三郎らを実行犯とする説が通説として扱われている。見回り組大使だった今井信夫は1869年に函館戦争で降伏し、兵部省と行部省によって取り調べを受けていた。この頃、坂本殺害について旧新選組大使に取り調べが行われたが、いずれも新選組の関与を否定した。このうち、 大石桑次郎が、見回り組が、実行犯であると自供したため、今井も取り調べを受け、自供することとなった。勝海修日記明治2年4月15日上には、松平勘太郎に聞いた話として、今井が、佐々木忠三郎首として犯行に及んだことを、自供したという記述がある。この中で、勝海修は指示した者は佐々木よりも上の人物。 あるいは江本津島か、わからないと記述している。1870年9月2日、今井は、金庫刑静岡藩への引き渡しという判決を受けた。直接手を加えていないが、龍馬殺害に関わったこと、その後脱走して官軍に抵抗したことが、罪状とされている。今井の証言を収めた口上書は、佐々木忠三郎の指示により、 佐々木、今井、渡辺義太郎、高橋安次郎、桂淳之介、土井中蔵桜井大三郎の七人が大宮に向かい、佐々木、渡辺、高橋、桂の四人が実行犯となって、龍馬らを殺害したというものである。殺害の命令があった理由については、寺田屋事件の際に、龍馬が同心二名を射殺したことを挙げている。今井は、 京都見回り役小笠原町音に命じられたとしているが、小笠原は一切感知していないとしている。明治9年には、西村金文が、著書、文明史略において、龍馬らが、幕府の新今井冒頭のために二冊去ると触れている。明治33年、今井は、結城礼一郎の取材に応じ、その証言録が、新聞に掲載されているが、 勇気が内容を飾り、誇張した形で掲載された。この証言では今井が実行犯となっている。以前の証言と移動が見られることについて、菊池明は、今井が当初挙げた実行者は、今井自身を除きすべて飛ば、伏見の戦いで戦死していることから、今井には、渡辺敦しや世良敏郎ら存命者をかばう意図があったのではないかと推測している。 後に雑誌に転載されたものを見た、谷盾は、中岡からの証言と異なっていることなどから、今井の証言が偽物であり、売名の手段に過ぎぬと、たびたび発言している。このため当時は、今井の証言が有力なものであるとは、受け止められなかった。今井は明治42年に、大阪新報の記者、和田天下の取材に対し、 暗殺ではなく幕府の命令による職務であった。犯人は、新選組ではないと回答している。大正元年、今井の工場書に沿った事件の概要が、維新と佐勤の推しに収録された。また、大正15年に刊行された、坂本龍馬関係文書に、今井の口上書が収録されている。偏者の岩崎英雄は、銭て、万事は、解決せりと表している。 また、大正年間には、元見回り組大使の渡辺敦氏が残した証言が発表された。この記録は、今井の告白が掲載される以前から作成されていたものを元として、明治41年に身内に対しての記録として作成されたものである。渡辺は自身と佐々木、今井ら後6名で殺害に及んだと記録している。ただし、 今井や渡辺の口述に食い違う部分がある。今井は渡辺義太郎の鞘であると証言し、渡辺はセラと郎のものであるとしている。この際についても、菊池明は今井が存命者に配慮したためであるとしている。また、大正12年には、佐々木の兄で、合図犯行用人であった、手白木活動の養子氏が、手白木すぐえ門殿を、 しかばで観光した。この書では、手代義活動が没する。数日前に、坂本を殺したるは、実弟忠三郎なりと述べ、龍馬が、殺鳥同盟と、土佐の反論を覆して、倒幕に一致せしめたるをもって、深く幕府の剣気を買いしたりとして、某書公の命によって忠三郎が三人で、たこ役史にて龍馬を殺害したとしている。同書内では、某諸行は、 京都書次第で片森の実定でもあった桑の藩主、松平定明であったとしている。また磯田道文は、松平片森を指すとしている。ただし当時の土佐藩が倒幕で一致していた事実はなく、今井の証言とも食い違う点が多い。昭和13年には、佐々木忠三郎の子孫の依頼により、高橋和夫が、佐々木忠三郎殿を鹿版で観光している。 この本では龍馬が大政奉還を主導したために爆心に恨まれ、佐々木が渡辺義太郎、高橋康次郎、桂早之介、土井中蔵、桜井大倉、今井と共に龍馬を殺害し、手白木活動が言い残した、某子諸行は会津藩主の塊であったとしている。京都霊山後国神社に併設されている、龍前歴史館にはこの説に従った展示コーナーが、 あり、龍馬を切ったとされる刀が展示されている。襲撃を受けた、中岡自身、これは、どうしても人を散々散つている、新選組のものだろうと推測している。土佐藩重役、寺村左前も当日の日記に、多分、新選組等の郷なるべしとの放置なりと記している。土佐藩の谷盾と毛利京介は、 薩摩藩の中村藩次郎の案内で、現場に残されていた鞘を、薩摩藩邸に持参している。これを見た、五両英氏の篠原大之心、内美次郎らが、原田佐之助のものであると証言した。一方で、田中光明は鞘については、殺害の方を聞いて現場にやってきた、伊藤木根太郎が鑑定し、新選組のものとわかったが、 誰であったかは判然としないと回想している。また谷は中岡の証言にある小姉から犯人は中国から四国にかけてのものであろうと判定した。五両衛氏の安倍十郎はそうであるならば伊予の松山藩でありましょうと答え声が似ているものとして伊予出身の新選組大使原田佐之助の名を挙げた。 ただしこれらの証言は明治中期以降に出てきたものである。これにより、土佐藩中枢部は、犯行は、新選組によるものだと判定し、幕府に対して、告発を行っている。これを受けて11月26日に、幕府から取り調べを受けた、新選組局長、近藤勇は、関与を否定している。世上では、新選組が犯人であるという風評が強まり、 当時は、これが有力な説と見られた。大久保利道も11月19日付の岩倉、友宮手書状で、第一、近藤勇が生徒させられ申し込と述べている。また、龍馬の議定にあたる漢の閣兵も、中岡の父に対しての書状で、敵は当時合図に属する新選組の者に決まりこうと述べている。函館戦争の後、幸福人となった。 旧新選組大使に対しても、坂本暗殺の尋問が行われているが、横倉仁五郎は全く知らないと答え、相馬はじめは、対中において会場が出され、暗殺を行ったのは、見回り組だと書かれてあったと証言している。また大石桑次郎は、元、御両衛氏の加納は塩に捕らえられた際に、新選組の犯行だと証言したが、後にそれは、 拷問から逃れるために偽証したことで、見回り組の4人が実行したことは近藤も知っていたと述べている。しかし、今井の口上書が公表されるまでは、新選組犯抗説が広く信じられていた。また大宮信介は、現場に残された下駄に、ポント町にある、標定の印が押されており、標定の主人が、新選組に貸したと言っていたと証言している。ただし、 当時の取り調べでは現場に残されていた下駄は、標定のものではない。奇襲犯、ないしは、奇襲犯士による、報復行動だとする説。海援隊大使の陸奥洋スケラは、海援隊と奇襲犯の間に起こり、海援隊側の勝利に終わった訴訟、イロハマる事件に対する、奇襲犯士の恨みによる犯行であると考えていた。また谷盾旗の回想によれば、 奇襲藩公用人の三浦久太郎と新選組が共謀して起きたという噂が当時から出回っており、現場に残された鞘も奇襲藩士がよく使うものであったという。そのため三浦が海援隊大使らに襲撃され、護衛を依頼されていた新選組との間に戦闘が起こる事件が発生した。西郷隆盛、大久保と志道らを中心とする薩摩藩内の 武力倒爆派による陰謀だとする説。松平春学は、事件翌日、松平重明に宛てた書状で、龍馬と中岡が暗殺されたことについて、福岡皇帝と話しているうちに、政治情勢から、土藩尽力により、芋藩の観察すでに破れたる形成なりと記している。木村幸彦はこれを春学と福岡が、薩摩藩の犯行だと思っていたことを示すとしている。 また、海底日ご飯告示資料マーキ7には、坂本外志向も、殺人なるべくこうことと、薩摩藩の関与を伺わせる風文が流れていたことが、記されている。国際法学者の二長和真は、昭和9年4月、歴史講論において、薩摩藩が、龍馬暗殺に関与したことを唱えた。昭和27年に出版した、維新生官では次のような証言を紹介している。 医新資料編さん係の植村清三郎から聞いた話として中島信之が大宮の女中に尋ねると暗殺犯たちの言葉に確かに鹿児島弁の節があったというものであるただし当時中島は色は丸の件で長崎におり現場に駆けつけるのは不可能だった上に植村の資料も見つかっていない薩摩藩説の動機で取り上げられるものは 松平春学や勝海舟から影響を受けた龍馬は諸侯会議による新政府の設立を説いており、体制奉還を受け入れた徳川義信をそこに含めることを想定していた。そのため、武力倒幕と旧権力の排除を目指していた西郷隆盛と新体制への恩恵内向を説いていた坂本との間に義信の諸軍をめぐる意見の相違が生じた。 そのため大政奉還派である龍馬が邪魔になったというものである。この武力倒幕派の暗躍という説は佐々木多門の書状などがある。この説は実行犯が見回り組とした場合でも薩摩藩が情報を与えるか指示をしたという線で唱えられる。今井信夫が西郷によって助けられたという風文が当時あり、また今井自身も西南戦争で 西号の救援に向かおうとしたという、今井の息子の証言がある。しかし、龍馬自身が、幕府をめつけである、長井久子と談合するなどはばかりのない行動をとっており、それを周囲に警告されているような状態では、たとえそのような情報はなくとも、京都見回り組が龍馬の所在を難なく突き止められたで、あろうと考えられる。また、中岡慎太郎も、武力党爆破であり、 薩摩藩画廊である小松清錬も大政奉還を吉信に迫っているなど様々な矛盾が生じる。そのため、大政奉還路線と武力倒幕路線の対立を必要以上に強調しすぎた嫌いがあるというのが歴史学上では概ね統一した見解となっている。映画やテレビ、小説などではこの説を採用することも多い。特に NHK 大河ドラマでは 1974年の、勝海舟で、大久保利道を、坂本暗殺の黒幕として描いて以来、この説を採用することが多くなっている。前述のように、今井や渡辺の証言と現場の状況に、食い違いがあるとはいえ、見回り組説における大使の辞供、談話以外に、確実な資料の存在はまだ確認されておらず、見回り組による暗殺という説が、 有力視されている。一方で、前期の薩摩藩陰謀説をはじめとする、数々の陰謀説が唱えられ、小説などの創作も、盛んに行われている。また、作家の愛慶子が唱えた、資格の狙いは、実は、中岡慎太郎の方であったという説。同じく作家の大浦文夫が唱えた、大久保利道を黒幕とする、伊藤記念太郎反抗説などもある。 外国陰謀説武力倒幕により、サッチャ倒幕側に、武器の売り込みを狙った、企業体、ジャーディン・マセソン系のイギリス人、トーマス・ブレイク・グラバー、外交官、ハリー・パークス、アーネスト・サトーらにより仕組まれた陰謀であるとの説。カジ・ショーイチらが主張しており、いわゆる、フリーメイソン陰謀論に属する。現在、坂本・龍馬中岡・慎太郎を遭難の地と記された。 石碑が立っている場所は、当時の大宮の北隣にあたる。混流場所が、臨地になったのは、1927年の混流の際、土地所有者の了承が得られなかったためとされる。後に、河原町商店街振興組合によって寄贈された、案内板が併設され、現在では、龍馬肖像の案内パネルも設置されている。ありがとうございます。